皆さんこんにちは。実は当チャンネル、ざっくばらんにデータ分析をしているように見えますけれども、実はいくつかのテーマで定期的に更新しているものもあります。今回はその中の一つ、小型株の需給についてデータ分析を更新したいと思います。本当はもう少し頻繁にデータ更新したいんですけれども、前回更新したのが10月22日と約3ヶ月空いてしまいました。実際に買ってみて検証するというのも、私自身がポジションを取っておかないと忘れてしまうというのもありまして、実際にご紹介した銘柄を買って検証しています。まずは10月22日にどのような結果が出ているかご紹介したいと思います。また今回ですね、今足元需給が逼迫している小型株、今回から次の更新までポジション取って検証していきたい銘柄というのをご紹介していきたいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。この3ヶ月間で他の巨大チャンネルからご紹介いただきまして、当チャンネルをご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますので、まずは小型株の需給分析について何を行っているかご紹介したいと思います。基本的にはこちらご覧いただいている銘柄ごとのデータを条件を用いてスクリーニングしているんですが、それぞれの項目が何を示しているのか、数値のデータ列8列ありますけれども、真ん中、点線のところで分かれて、左側が空売り算、右側が信用買いの、それぞれ4項目ずつデータが並んでいます。一番最初に購買というデータ、約半年間データを取っていますけれども、空売りの数量が毎週記録されていっている中で、拡大傾向にあるのか、縮小傾向にあるのか、近似式を取った時の傾きになります。そしてその近似式で求められる足元の空売り数量の割合というのがこちら、近似値というデータになります。それに対して実際の足元の空売り数量割合というのがこちらですね。そしてこの実際の直近比率と近似値を差し引いたものが差というデータになります。これをそれぞれの銘柄で分析して、需給が逼迫しているかというのを空売り算、信用買いの両サイドから見ていくという形になります。実際にとある銘柄で今ご紹介したそれぞれのデータをグラフでご覧いただきますと、オレンジの棒グラフ上に出ているものが空売り算。またご覧の銘柄ではあまり数量ありませんけれども、信用売りというのもオレンジの上のサイドに積み上げグラフで出てくることがあります。逆に水色の棒グラフ下の方にマイナスサイドで出ているのが信用買いの残数量です。そして購買というのがピンクの直線ですね。近似式を取った時の傾きとなります。これが拡大傾向であれば正の数を取るという認識です。そしてこのピンクの直線で一番足元ですね、右側のところで求められる数値というのが近似値。それに対して実際のオレンジの棒グラフが直近の比率となりますので、この差し引きを取った時の差がですね、数字が大きくなればなるほど、今までの拡大傾向よりもさらに加速度を増して空売りの残量が増えていると、まあ、そういった見方をするわけですね。ですので空売りのサイドで重要になってくるのは、拡大傾向にあるか、購買が正の数になっているか、そして直近の比率が絶対値として流通株に対して大きな割合になっているか、オレンジの棒グラフ自体が高い水準にあるかどうかということですね。そしてその棒グラフの積み上がり方というのが直近で加速度を増しているか、差というデータを見てチェックするというのが大事なポイント3つになってきます。同じように信用買いのサイドでも水色の棒グラフでデータを取って、なぜこのような形で需給の逼迫、これによる株価の踏み上げが予想されるのか、まだ仮定の段階ではありますので、検証しつつという形ですけれども、そのロジックというのをおさらいしたいと思います。以前にチャンネルご登録いただいて、もう知っているよという方は、実際の検証データのところまで動画飛ばしていただければ幸いです。それではどのようなロジックで今ご紹介したデータ分析を行っているのか、イメージでご覧いただきますと、まず、マーケットの中で空売りをする立場の人間、主にヘッジファンドと言われるような株を借りてきて空売りを行うという、イラストの通り頭の中は金儲けだけを考えていて、もはや頭の中だけではなく、頭部全体が金のマークになってしまっていますが、彼らが空売りをするために株を借りてくる、その株券を実際に貸してくれる側の投資家というのは、実は2パターンありまして、まず1つ目、マーケットの中で幅を利かせている機関投資家ですね。日銀が投資している ETF、何十兆円という規模になっています。また皆さんNISAでも買い入れているような投資信託ですね。さらには毎月の給料から積み立てあるいは転引きされている年金ですね。こちらを運用しているファンドの中でも大きな数量の株券を持っています。これらに共通するのは全て現物保有で株を持っているということですね。それに対してもう一つの貸し手というのは、
戦場で戦うような兵士のように勇敢な精神力を持っている信用買いを行う個人投資家です。主にこの2つのポジションからヘッジファンドは株を借りてくることができます。それを仲介するのが証券会社。ですので空売り算の数量を見るときに何々証券というふうに出ていると思いますけれども、これは単純に仲介をしているだけであって、証券会社が直接空売りを行ってポジションを取っているわけではない。その裏に空売りを行っているヘッジファンドがいるということ。そして SNS 上でどこそこ証券がこの銘柄の空売りを必死に行っているみたいな言い方をするようなやつは、そもそもこの構図自体が分かっていないと、あまり信用しない方がいいかもしれません。さて、ヘッジファンドが空売りを行うその銘柄について、例えば大型株、非常に流動性の高い銘柄であれば、現物保有している ETF あるいは投資信託といったようなファンドには、おおむね大きな数量での保有残があるということで、証券会社としては基本的に先にこちらの方から株を調達してくる、つまり借りてきて、それをヘッジファンドの方に貸すという形ですね。単純に株価が下がりそうな銘柄、さらには TOB がかかっている銘柄など、テクニカルな要因で調達されることもよくあります。そしてヘッジファンドはこれをマーケットで空売りを行って、その銘柄の株価が順調に下がれば、これを買い戻すことで、今辿ってきた経路を逆に貸し手の方に返していくというわけですね。ただ、なぜ証券会社が現物保有の方から先に調達する経路を優先するかと言いますと、ヘッジファンドは株価が下がれば利益が出て返してくるというわけですね。株価が下がっていますので、貸し手となっている現物保有しているファンドからすると損しているわけですね。ただ、ETF や投資信託、あるいは年金運用といった特性上、非常に大きな規模から日々の資金流出入というのは比率にするとそんなに大きな割合ではないということなので、ずっと長期でホールドする株券から貸しているだけということになります。株価が多少下がったからといってドンパチドンパチ売るということにはならないわけですね。むしろ貸している期間中ファンドにも手数料が落ちますので、漠然と持っているだけなら貸した方がまだマシということになります。しかし、もしヘッジファンドがですね、小型株の非常に流動性の薄いような小さな銘柄を空売りしたいと思った場合、貸し手の現物保有しているファンドから借りることができない場合があります。特にトピックスに含まれないような銘柄、そうすると信用買いをしている個人投資家の株券から調達してくるしかない。しかし今、個人投資家の株券と間違った表現を行いましたが、実は信用買いを行っている以上は損益のポジションとしては個人投資家に帰属しますが、株券の保有している名義としては証券会社が持っていることになっています。ですので、非常に小型株の場合は証券会社が名義として持っている株券を直接ヘッジファンドに貸し出すことで、手数料が証券会社に落ちてくるという形ですね。さて、この小型株調達できれば空売りを行うわけですが、もし思惑通り株価が下がれば同じ経路をたどって返すだけなんですが、あまり流動性のない銘柄ですので、思ったように株価が下がらなかった場合、横ばいあるいは株価が上昇してしまった場合というのは、ヘッジファンドからすると損が出るポジションになってしまいます。そして株価が上がった場合に生じうることは、貸し手となっている個人投資家の信用買いですね。信用買いと言っていますので、通常保有している株価の上昇以上に倍率がかかって、見た目以上に大きな利益になるということなので、まあ、上がり始めると資金力に余裕のある個人投資家であれば、もう少し持ってみようと、減引きと言われる信用買いから現物保有に持ち帰るという形ですね。あるいはもうこの信用買いのポジションを閉じてしまう。どちらにせよ株券を戻してこいと、そういう投資行動になるわけです。しかし、ヘッジファンドは先ほど申し上げましたように、株価が上昇していると損が出ていますので、株券を返せと言われても、それは無理な話なわけですよね。無理ではないんですが、強制的に損のポジションを閉じるというのは厳しい話。できればヘッジファンドはなるべく株価安いタイミングで空売りのポジションを閉じたいわけです。そうすると証券会社もヘッジファンドとの付き合いがありますので、無理やりポジションを引っぺがすというのはやはり最終手段。なるべく両者の間を取り持つという。どうするかと言いますと、まずは他の証券会社で余っている株券がないか、お互いに融通できる部分を補い合うという形になります。そうするとですね、これまたネット上に〇〇証券の空売りポジションがプラス何万というふうに出ていると思いますけれども、他の証券会社で同日あるいはその前後で逆にマイナス何万というふうに同じぐらいの数量出てたら、
これは融通し合っているだけ。まあ、単純にですね、その数量を鵜呑みにして、日々の空売りグラフみたいなのを作っているポンコツインフルエンサーもいますけれども、まあ、そういったところも気をつけていただきたいポイントです。さて、お互いに融通し合うといっても、小型株の場合は他の証券会社、うちもないよということになった場合、それでも株券は足りないとなったとすると、まあ、どうするかと言いますと、もうどうしようもないんで、マーケットから調達してくるしかない、直接買いに行くというわけですね。そうすると証券会社が買い集めを行うことで株価が上がってしまう。同時にヘッジファンドのポジションはどんどんと損失が膨らむ。耐えられなくなったところで買い戻しを行わざるを得ないと。まあ、そのようなトリガーになってくるのが信用買いの返し手というポイントです。ですので、借り手となっているヘッジファンドと貸し手の側というのはポジションとして逆向きなので、長期保有に向かない信用買いとヘッジファンドがぶつかり合う立場になってしまう。その構図を用いたのが先ほどの空売り残と信用買いの拡大傾向。そして信用買いが足元少し凹んでくる、少なくなってくる方がトリガーとして発動しやすいと、まあ、そういったロジックで分析を行っているわけです。さてそれでは前回の動画でご紹介した銘柄とその後の結果というのを検証していきたいと思います。先ほどご覧いただいたこちらが前回の動画でリストアップされた銘柄、そしてこの中で青のチェックボックスついているところが顕著に目立つ良好なポジションの変化。一方で赤のチェックボックスは需給の逼迫という意味であまり好ましくないデータとなっています。購買や空売り比率などご覧いただいている上段の四角の条件でピックアップされた11銘柄、その中でオレンジの枠で囲っています。上から順番にテクノロジーズ、ラボロ AI、 ユークス、マイクロアドと基本的に青のチェックボックスがついている良好なデータが見られる銘柄たちですね。そしてこの4銘柄ピックアップした中でも実際の空売り残高と信用買いの比率というのを半年の推移でご覧いただきますと、絶対的な水準感、棒グラフの高さが大きいのは左上のテクノロジーズと右下のラボロ AI。 一方で当時の直近比率が急拡大しているのは右上のユークス、左下のマイクロアド。これに加えて定性的な判断を株価推移を見て、結局はテクノロジーズとマイクロアド、ラボロ AI の株価推移というのがその後上昇のチャンスがあるんではないかと申し上げました。なぜかと言いますと10月23日のポイント示していますけれども、当時の動画ではそこから左側までのグラフしか見れなかったわけですが、左上テクノロジーズは特に空売りのポジションが息の出ていない状態、先ほどのイラスト図で言うと右側のヘッジファンドがだいぶポジション苦しい状態になっていると思われるからですね。マイクロアドに関しては下落基調ではありますが急激な下げを見せていない。そしてラボロ AI とともに反転の兆しが出てきたということは、信用買いのポジションに動きが今後出てきそうな株価上昇の初期段階かもしれないと、まあ、そのような定性判断を用いてご覧の3銘柄を実際に買ってみて検証したわけです。しかし右上のユークスに関してはこちら10月23日真ん中ブロットされているところの段階ですでに直前に大きな下落をどんどんと記録してしまっているということは、空売りのポジションを持っているヘッジファンドからすると利益が出ている、空売り比率は高くてもあまり需給が逼迫するような展開ではなさそうだということで避けましょうというふうに前回の動画で申し上げました。これが偶然ですねプロットされている10月23日以降の動き、ご覧いただいても一目瞭然ですが予想されていた通りの形になっています。つまり検証結果としては右上のユークスを避けたのは正しい判断であった。そしてプロットされているところから実際に買った3銘柄、最も最初にラボロ AI が折り返しましたので、こちら11月上旬に手放しました。大きな陰線が連続して折り返すともうさっさと落としてしまおうというスタンスでやっていますので、比較的早めに利確をする、そんな前提ですが、左下マイクロアドでは同様に11月中旬、そして左上テクノロジーズだけ大きな陰線をつけずに上昇基調を見せてくれましたので比較的引っ張ることができて、年明けに大きな下落を記録した後こちらのタイミングで売却、そして今回の動画が3ヶ月ぶりに作成できるという形で皆さんを大変お待たせしてしまいました。ということで前回まで2回小型株の需給逼迫の検証を行いましたけれども、今回該当する4銘柄の検証結果はオレンジの枠で囲っている部分、こちらのリストに関しては前回前々回でご紹介した各4銘柄、基本的には
動画アップした翌営業日に買い付け行うようにはしますが、そこは今後も絶対翌営業日とは決まっていませんけれども、臨機応変にやっていきたいと思います。そしてそのタイミングでの購入価格と、右側売却に関してはポジション入った後に上昇基調が見られれば連続して陰線をつけて折り返したタイミング、あるいは損切りの場合は 15%、少なくとも 20% をマイナス方向に記録してしまった場合は無条件に手放すこととしています。そして実際検証した時の騰落率、検証結果ですね。このようにご覧いただく表となっています。ラボロ AI で 14%、マイクロアドテクノロジーズで 50% 程度の上昇が短期で獲得できました。また空売り比率、需給の逼迫という意味では該当する銘柄の中でも株価の推移がドスンドスンと大きな下落を記録していて、あまり好ましくないと訂正判断で避けたユークスに関しては足元まで 40% のマイナスになってしまっています。さてここまで地雷銘柄を含みながらも大きな怪我なくなんとか乗り切ってきていますけれども、今足元で需給が逼迫している最新銘柄、次検証でポジションを取っていきたい銘柄というのをご紹介したいと思います。そろそろですね、地雷の銘柄にはまってしまいそうで、ビクビクはしているんですけれども、今回の分析も以前と同様に、まず空売りサイドの比率、近似式を取った時の購買が0以上、つまり拡大傾向にあるという条件、そして絶対的な比率の高さですね、こちらが 50% 以上、また空売りの直近比率と近似直線の直近の値、近似値との差がマイナス 10% 以下、こちらも本来であれば大きな正の数を取ってほしい数値ではありますが、広く拾ってくるために緩めの設定にしています。そして信用買いのサイドに関しては購買の0以上、そして信用買いの流通株に対する比率が 30% 以上の銘柄を選んできています。信用買いのポジションの方は需給の逼迫の絶対条件ではなくトリガーになってほしいサイドですので、そんなに厳しい条件設定で縛ることなく、基本的には左側空売りのポジションが膨らみすぎているものからトリガーが発生しそうだなというのを確認するために引っ張ってきているデータというふうにご認識いただければと思います。本来はですね 50%、30% のところ、第1回の動画では 60、40 としていたんですけれども、最近はですねあまり大きな比率を記録するような銘柄が減ってきましたので、臨時でですね少し緩めにしています。そうするとですね、非常に今回の動画ではあまり芳しくない状態というのがありまして、まず空売り比率、直近の比率に対して近似値が大きくなっている、つまりこれまでの拡大の勢いがだんだん陰ってきているというような銘柄が、この差がマイナスの方に大きくなっているデータとして現れています。第2回の時のように足元で近似値に対して大きなプラスの差が出ている、空売りの逼迫度合いが一気に高まっているというような銘柄が今回はなさそうということですね。現状日本株あまりに大きな上昇を記録していますので、この上がり続ける中いつ折り返すかわからないタイミングに、なかなか空売りサイドのヘッジファンドも新たなポジションを構築しにくいと考えているのかもしれません。相場全体が少し落ち着いてきたり折り返せば、もう少しこちらの空売りのポジションというのも活況になってくれればというような待っている状況ですね。まあ、一方で信用買いのサイドに関しては、拡大の近似値から直近の比率が少しマイナスになっているようなこちらの数値というのが、まあ、トリガーのきっかけになりそうということで、比較的良好なデータですね。まあ、ということで今回は条件として引っ張ってこれてはいますが、そもそも引っ張ってこれている銘柄もあまり多くないですし、空売りの直近比率、急激な拡大というのも見られていないので、地雷を踏みそうな匂いがプンプンしますけれども、一応ですね、直近の空売り比率が高い上から4つ、アベジャ、日本テレホン、イントループ、トリプラというのを少し詳しく見ていきたいと思います。まずはですね、それぞれの空売りと信用買いの推移ご覧いただきますと、アベジャに関しては直近というよりも12月の中旬あたりが一番ピークをつけているようですね。最新の週年末に関しては空売り比率が縮小してしまっています。日本テレホンに関しても同様に、まあ、年末に向けてポジションが閉じられているというタイミングかもしれませんね。拡大傾向という意味ではこちらイントループの方が10月入ったあたりからどんどんと空売り比率が増えていっていますが、まだ絶対的な水準感としてはそこまで大きくなっていない、
逼迫という表現をするにはもう少し高まっていてほしいというのが本音ですね。右下のトリプラに関しても10月以降大きくなってきてはいますが、ここ1ヶ月はあまり大きな動きがない。もう少し空売りの残量上乗せされていってほしいなと。この中から今回は2つ選んでいこうかなと思っているんですけれども、訂正判断として株価推移ご覧いただきますと、まずアベジャですね。下落基調ではありますが、じりじりと下がっているような感じですね。直前に決算をまたぎましたので、その影響で乱高下しているんですけれども、足元の空売り比率の水準としては一番高くなっている銘柄ですので、上向いてくる局面、少し希望的観測で入っていってもいいのかなというような、切り捨てずに少し様子見した方がいいのかなという銘柄ですね。続いて右上、イントループについては、こちらも下落基調ではあるんですけれども、12月のところで4000円中盤から3000円まで一気に下落しているということで、現状空売りのポジションに関してはあまり苦しい立場にはない。どちらかというと利益が出ているような銘柄ということで、ちょっと前回のユークスに近いような形、あまり触れない方がいいのかなという状況です。そして左下日本テレフォン、こちらに関しては結構横ばいの推移になっていますので、空売り比率も今回条件抽出した中では2番目の高さと、あまり利益が出ている空売りポジションはなさそうということで、こちらは形として入ってみても面白いかなという銘柄です。ただ懸念点挙げるとすれば、ファンダメンタルが結構長く赤字を出している企業なので、あまり長く持ち続けたくはないというところです。最後右下トリプラに関しては、こちらも直近のところですね、あまり大きな下げを記録していない。むしろ11月あたりまで記録していた大幅な下げから徐々に上向きの方に変わってきています。ですので、今回実際買って検証していく銘柄は、とりあえず下の2つ、日本テレフォンとトリプラにしていこうと思います。ただ前回の時のように、急激な空売りの拡大というのが見られた銘柄たちではないので、あんまり引っ張ろうとは思っていません。そもそもですね、こちらのテーマの動画、3ヶ月に1回みたいな、トロいペースじゃなくて、今後はもっと頻繁にお出ししたいテーマとなっていますので、小型株需給分析が面白いなと思っていただいた方、もしくは実際にポジションを取って検証していくテーマですので、カモられがカモられる様を見ていきたいという方は、ぜひチャンネル登録していただいて、次の動画をお待ちいただければ幸いです。最後におまけ程度ですけれども、第1回の時にご紹介した内容と、そもそもこのテーマを始めるきっかけとなった銘柄ですね。一番上3133海阪という非常に話題性が高くて有名な銘柄ですが、先月ですね、大きな踏み上げを記録した後、少し戻してきたということで、空売りの比率に関しても今までスクリーニングしてきた中では毎回出てきていたのに、なぜ今回出てこなくなったかと言いますと、直近6ヶ月の空売りポジションの購買がマイナスに転じたということですね。ですのでこれ以上の踏み上げ、需給の逼迫が期待できないのかというと、そんなこともなくて、直近の比率で見ると、依然流通株に対して空売りの比率は8割を超える非常に高水準な状況。信用買いの比率も 50% を超えていますので、少しでも動きがあれば、再度株価に火がついてもおかしくないといったような状況ですね。SNS であることないことを先導するような人間よりも実際に足を運んだり、行動を起こして成果を成し得ようとする方の方が基本的にはすごいなと思うんですけれども、とはいえ自分には真似ができないデータ分析の面から皆さんをサポートできればなと思います。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。